マイヒンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シ,ュシュバーベン行政、関区のドナウリース軍に属す、町村で、バラーシュタイン行政共同体を形成する、自治体の一つである。マイヒンゲンは、ネルトリンガーリース内に位置し、アウクスブルク開発計画地域に属す。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は1251年に初めて文献上に記録されている。マイヒンゲンはツィンメルミ修道院とエッティンゲン・エッティンゲン博の所領であり、1803年からはエッティンゲン・バラーシュタイン公領に属した。1806年のライン同盟によりこの町はバイエルン領となった。町長はフランツ・シュティムプフレである。 彼は2002年に、セクルフランツからこの職を引き継いだ。リース農民博物館、ジャガイモ祭り。ありがとうございます。